皆さんこんにちは、エイスケです。今日は春コーデにおすすめのカラーを紹介したいと思います。プロフィールからインスタグラムを飛べるのでインスタグラムを見ていただけると嬉しいです。僕が春コーデにおすすめしたいカラーは、まあ、もう多分うすうす感づいてるし多分見りゃわかるよねと、このピンクです。このリバースウィーブは80年代の XL サイズを着てます。僕初めすごい抵抗あったんですけど、ピンクって意外とデニムも合うしブラウンも合うし、個人的にはあの普段合わせづらい色とかと結構マッチするんで、このピンクのリバースウィーブはすごい助かってます。エイスケさんの見てピンク探してますみたいな嬉しいコメント来たり、ちょっと派手じゃないみたいなことも言われたりします。ピンクのアイテムってなんかいい感じのピンクを探すのってすごい難しくて、これもなんか普通のピンクとは違ってちょっとあのフェードしてるピンクなんで、ね、ギラギラしたピンクじゃないんでコーデに持ってきやすかったんですけど、なんかいいピンク探すと結構見つかんないんで、シャツとか T シャツとかスウェットとか、まあ、ピンクをなんかうまく使ってる人はなんかすごい必然とおしゃれに見えますよね、はい、で今日はこのピンクのリバースイブにこのブラウンのカーハットでコーデ組んできました。ちょっと桜の木みたいになっちゃってるけど、うん、個人的にはすごい気に入ってます。個人的にはやっぱピンクとデニムの組み合わせが好きかな、うん、まあ30歳にもなってなんかピンク着るのはちょっと勇気いるんですけど、個人的には好きな色だし、うん、めちゃくちゃ気に入ってるんでこれからも着ようと思います。次はなんかピンクの T シャツ欲しいかな、なんかこういう色のピンクの T シャツ欲しいです。夏にお客さんでもやっぱり式に合わせてカラーとか決めたりコーデ組むしてるんで、ちょっと僕もやってみようと思って今日あのピンクのスウェット着てきました。春コーデでピンク色のアイテムを使ってみてはいかがでしょうか。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。